はい、ブラック企業の裏話で一般の企業がお伝えできないような内容をお話ししたいと思います。今日はアホな先生上司の使い方です。まあ結構僕なんかもうあれですね、アンチ大学なんですけども、もう一つアンチ専門学校です。なんていうんですかね、もう学校の制度が古すぎて、なんかそれに払うお金とリターンが見合ってないなと思ってですね、アンチなんですね。で、まあなんでかっていうと、まあ学校で学ぶようなことって、まあ基本答えがあるんですよ、スキルとかですね。で、昔は学校でしかそれが学べなかったんですよね。でも今はインターネットがあるので、答えがあるものはネットに転がってるんですよ。もう特に最近、うちゲーム作りに挑戦してるので、まあ、イラストレーターさんとかに発注するんで、まあ、自分がね、どういうところをこう意識してほしいかとか、詳しくないといけないんで、特に YouTube で、なんかイラストが上手くなる系動画を見てるんですけども、まあ、なんかめちゃくちゃわかりやすくて、話も上手いし、なんか技術も明確なんですよね。だからイラストレーターの、なんていうんですかね、プロのやってる人の技術動画があれば、これ専門学校いらんくないと思うんですよ。で、今まで専門学校出てきた、もう人、美大に出た人で、まあプロになった人とかに聞くと、みんな学校でやったこと意味がないって口を揃えて言ってるんですよね。まあなんか本当にデッサンを書き込んだりですとか、まあその程度なんですよ。で、まあただ友達がいるとか環境があるから頑張れたとかね、言ってる人もいるんですけども、ね、やっぱりなんか学校行っても伸びない人って、その答えがあるものしか勉強してないんですよね。いわば学校行かなくても学べるものしか学んでないから、頭も良くならないし、何のために高いお金払って行ってんの、これ上司も一緒ですね。上司に意見聞くのって、まあね、まず調べろって社会に出たらね言われるんですけども、調べて出るようなものを学校の先生や上司に聞いてる時点でもうアホの極みやなと思って、アホの極みというかもう非常にもったいないですよね、そのお金が。だってインターネットだったらもうタダで答え出てんのに、専門学校とかって100万近く払ってね、それを時間かけて聞きに行くべきですし、特に仕事なんかね、ビジネスなども企業とかもそうですけども、まあ、基本的なことってやっぱ昔から変わってないんですよね。自己啓発系の成功論なんかはもう本当にずっと変わってないんですよ。つまり答えがあるんですよね。で、答えがあるものをわざわざお金とね、時間かけて先生に学びに行くっていうのはもう本当にもったいなくて、やっぱそういうお金のとか時間を使い方してる人はもうそもそもね、夢叶わないよねとか思っちゃいます。ね、まあ全然自分も夢叶ってないんでね、偉そうなこと言えないんですけども、まあ非常にもったいないなということでございます。じゃあどうしたらいいかですね。別に、大学とか専門学校も、まあいいとこももちろんあるんですよ。いわばね、その高級すぎる参考書なんですよね。だからそこをせっかくお金と時間をね使うんだったら見合ったリターンがあった方がいいじゃないですか。なのでじゃあね、上司とか先生をどうやって活用するかっていうのは、まあ僕なんかはそれ意識してるんですけども、やっぱ答えがないものを聞きに行くときですね、まあ、あとはその自分に合ったカスタマイズの仕方ですね。例えばそのイラストなんかもそうですけども、どういった方向性がいいかとか、ね、自分にはどんなものが合ってるかとか、意外と自分で自分のことってわからないので、なんかそういった自分のカスタマイズに対する相談相手ですとか、あと裏側の話ですね、それこそ本当にインターネットでも載ってないような話なんかは非常に有益だと思いますね。なんか僕なんかは起業したての時に、
まあ、資格、有資格者、弁護士とか、税理士とか、あと銀行の出資系の人なんかに会うたんびに、失敗していく人の共通項を教えてくださいとかは、めちゃくちゃ聞きましたね。で、もうそれもあんまりね、世の中に出てないんですけども、その分析していくと共通項が出ていくんで、成功者の共通項ってなかなかないんですよ。まあ本当に基本をひたすらやるぐらいしかないんですけど、成功者はね、だから基本をひたすらやっていくしか成功の道はないんですが、失敗はこれをやったら必ず失敗するっていうのはね、結構ありますから、だからそういうところは最初学びました。なんか専門学校でも売れない人の共通項ですとか、売れてる人の共通項もね聞いた方がいいんですけど、まあ、僕がそのアンチ学校は理由としてはその道でプロになれないから先生になってるっていうのは結構多いんですよね。だからまあイラストだったらね、もうバリバリプロで活躍してるって学校の先生なんかやんないんですよ。だってね、好きな絵で描いてやってた方が単価も高いですし、好きなことやりたいわけですから。歌もそうですね。音楽の専門学校にサザンの桑田佳祐さんですとか、セカオワナの深瀬さんなんか先生に来ないわけですよ。売れたら音楽を歌ってる方がいいわけですから。まあだから、あんまりね、学校は売れ方を教えてくれないっていうのがあるからアンチだったりするんですけども、まあとはいえね、そこに一人の、ね、方の自分より、先輩、要するに早くから人生経験してる人がいるわけですから、なんかその人の、実体験なんかはやっぱ表に出てないので、そういうところをね、根掘り葉掘り聞くと、意外と教えてくれますんで、そういったのがね、うまい使い方かなと思います。僕なんか結構貧乏症なんで、デザインとか外注したらですね、どうやってやってるんですかとか、結構スキルとか教わるんですよね。それしたらね、結構親切に教えてくれて、役に立つってこと結構ありました。だから自分なんか初めてホームページやった時も、外注に頼んだんですよ。で、どうやって作ってるんですか見せてくださいって言ったら教えてくれて。で、その作り方やって、今はね、もう自分で作れるようになっちゃってるってこともあるので、ね、教えてくださいっていうのは、やっぱり、おすすめです。だから本当にね、調べたり、本に書いてあるようなことをじゃなくて、実際の現場を見せてもらうですとか、その人なりの、ショートカットのノウハウとかを聞くっていうのが、やっぱね、お金払う価値かなと思いますので、まあ、くれぐれもね、学校、特に学校の先生なんか専門学校ではググって出ること、YouTube に出るようなことは学んでる人はもうね、もったいないなと。もう本当に、ね、YouTube の方が授業の質はそこらの専門よりクオリティ高いと思いますんで、YouTube とかで聞けない話を先生捕まえて聞くっていうのが上手な使い方かと思います。はい、そんな感じで今日はこの辺で、ではグッドブラック。